ロプラス1、はい、507キロマイナス4、はい、484キロマイナス3、はい、タイトルが第8レースサラブレードゲージ1、6組7組、距離1600メートル。はい、じゃあ換気弁当入れて良さそうなので、はい、換気をもう入れようと思います。はい、ご来場のお客様にお知らせいたします。ただいまよりエルウィング館内の換気を行います。換気中は冷暖房効率が低下いたしますが、感染予防に対するご理解ご協力をお願いいたします。はい、入れました。館内で流しているものをうちに全部集まってきていて、でそれをうちが外に出すかどうかの操作をしているので、間違うと外にお聞かせしなきゃいけないものがいかなかったりとか、逆に外に出さない方がいいものもあって、場内用の原稿とかそういうのもうちが間違えて出しちゃうといけないとかあるので、操作はちょっと気をつけてます。いろんなイベント会場で司会のお仕事とかをしていたので、人前でしか喋ったことがなかったので、この機会を前にっていうのが最初はちょっとどうしていいか分からなくて、アナウンスだけ頑張ればと思ってたんですけど、実際は9割方こっちの操作の方が多くて、本馬場入場の行進曲もここで全部操作して自分のタイミングで読み出しを始めてるので、まず曲を間違ったらいけないとか、あと今日はワクチンの会場が4号スタンドで行われているので、ここに競馬の音を聞かせない方がいいとか、やっぱそういう操作がありますね。あと何かあると採血さんとか審判さんから緊急の放送が入ったりするので、それが連絡来たらうちは全部する対応しなきゃいけないので、こうやってダービーの日とか担当できるのはありがたいなと思いますし、うん、あとやっぱりライブ支えてるっていうのは思ってます。毎日大井競馬場の実況席は少しこのスタンドそのものがコースと平行に立ってないんで、ちょっと斜めなんですよ。それとゴールのだいぶ1コーナー寄りにあるんで、その難しさというのは実はあります。 TCK 第7競争です。浅草賞 B3 クラスの競争、距離は 1000m、 出走7頭。これがなかなかゲートに収まりません。これも少し嫌いましたか。枠入り完了、スタートしました。難しいと思いますね。あんまりだからああいうことは起きてほしくないなと、けどあんまり枠入りがいいのも、例えば今日メインレースダービーなので、東京ダービーなので、東京ダービーの枠入りが極めて良かったら、やっぱりそれはそれでちょっとなんか言いたいなっていうのはあるんですけど。離れまして7番のボンブレジーヌ、暗記しないとできなかった時代もあるんですけど、最初の1年2年なんて覚えないとできなかったですからね、怖くて。で本当に一生懸命覚えてましたけど、これ一頭一頭見て読んでないんで、あこれとこれかって言って2頭あのこっちで見て、あこれとこれかって読んだりとかしてるんで、まあ、さっき大川アナがまとめて2頭3頭見てそれを呼ぶって言ってたんですけど、それってめちゃくちゃ難しくて、その隣で随分簡単そうに言うけど、それめちゃくちゃ難しいんだよなと思って。ダービーの実況はしたかったですね。競馬の実況をしている人いっぱいいると思うんですけど、オフィシャル公式にダービーの実況を任されるって一つの到達点だと思うんですよね。最初やるときはあーダービーまで来たよって誰でも思うんじゃないかなと思いますね。で、2、
で点滅大丈夫です、はい、音も上がってます。はい、来たのでじゃあ出します、はい、第11レース重賞 JBC 協会協賛 JBC 協会協賛ダービーシリーズ2021第67回東京ダービー競争 S1 距離 2000m。 あれ映らない。はい、では行きます。第11レース重賞 JBC 協会協賛ダービーシリーズ2021第67回東京ダービー競争 S1 距離2000m の出走馬をご紹介いたします。1番当選クロード、馬体重508kg-7、石崎俊騎手56kg。2番サヨノグローリー464kg-2、町田直樹騎手56kg。3番聖火メテオポリス529kg増減なし。16番ジョエル514kg-1、ハリタアキラ騎手56kg。以上16頭です。はい、じゃあ下げます。はい、終わりました。やっぱり緊張しますね、ダービー。緊張しました。あとはレース事故なく流せれば。15番トランセンデンス、14番ギガキング、ギガキング、ギガキング。いいレースが見たいですね。やっぱりね、競馬が好きなんでね。実況アナウンサーってちょっと特殊な立ち位置で、競馬を作る側でもあるんですけど、やっぱり乗ってるわけじゃなし、馬いじってるわけじゃないんで、見る側ですよね。そうするとお客さんの代表みたいな感じに勝手に思ってたりするんですけど、そういう意味でもね、いいレースを見たいなと思います。だからいいレースになるといいなと。それにうまいこと自分の実況がふさわしいものとして作り出せればいうことはないですけど、まあそこまで言うとちょっと贅沢かなという気がします。緊張します。TCK 東京シティ競馬メインレース第11レースはダービーシリーズ 2021JBC 協会協賛第67回東京ダービー S1 ニューイヤーズデイ賞です。収まって枠入り完了、スタートしました。ほぼ揃った飛び出し、中ほどアランバローズ好スタート、好ダッシュ、花に立っていくようです。外からギガキング、さらにはトランセンデンス、ジョエルも前、追い上げる当選クロード、しんがりに変わった10番ワールドリング、馬群がぐっと詰まりました。3コーナーを迎えます。3番手は少し離れまして、ジョエル、この外から追ってくるのがブライトフラッグ、前はアランバローズ、アランバローズ逃げている、アランバローズが逃げている、外から迫ってくるギャルダル、ギャルダル迫ってくる、あとは追い込んでくるのが13番のブライトフラッグ、ゴールイン、アランバローズが押し切りました。2歳チャンピオン、見事に復活の世代頂点、アランバローズが見事に逃げ切りました。
お買い求めの勝ち馬投票券は着順払い戻し金の確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください。トランセンデンスダメだったな。でしたね。あ、すいません。とあの自分が思っていた結果とはちょっと違ったんですけど、ランバローズ改めて強いなと心から思いましたね。ファンの皆様、ファンの皆様、本日は TCK 大井競馬場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから本日のメインレース第67回東京ダービー競走の優勝ジョッキーインタビューを行います。今年のダービージョッキーご紹介いたします。坂井誠二氏です。どうぞ大きな拍手をお送りください。僕は経験が少ないというのもあるかと思うんですけど、ものすごく緊張するんですよね。やっぱりお相手があってのことなので、実況はあのレース対自分なんですけど、インタビューとなると相手の方の受け答えとかでこちらも何を聞くかというのを考えないといけないですし、そういった点でものすごくこう瞬発力が違う意味で求められるので、実況とは別でものすごく緊張しますね。毎度、はい。生放送の縁の下の力持ち、力持ち、なので表に出る部分もあるけど、競馬の生放送を皆さんに楽しくお届けするために必要な仕事だと思ってやってます。ぜひ興味を持ってくださった方は、これからも大井競馬をよろしくお願いします。競馬の実況って、実際体験されると分かると思うんですけど、思っているよりも何倍も難しくて、何倍も悔しい思いをするので、意志の強い方は向いていると思います。まずは競馬を好きでいること、競馬に興味をずっと持ち続けるという熱意を持つことですね。あとはうまくいかなくてもくよくよしせずに、また次また次と切り替えられることが大事かなと思います。あとは縁とタイミングですかね。競馬が好きで喋ることとか言葉が好きという方はこの職業は向いてると思います。ですからそういう方いらっしゃいましたら、まず諦めずにね、一生懸命、道を目指すことかなというふうには思います。うちの会社にも小学校の頃から夢だったっていうのがいますんで、きっと諦めずに追い続けるとなれるんだろうと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。